はい、どうも。へっぽこ探偵団外部の人、大前です。よっしゃ、続きやっていこう。ということで、ディアブロ3続きをやっていきます。疑わしい男。ただ、確かに。絶対怪しいんだよな、こいつ。まあいいや。さあ、ゾルタンクーレっていうおっさんを復活させるために、あともう一頑張りってところかな。いや大丈夫？ゾルタンクーレのことはいろいろ分かってたつもりだったけど、こんなのは予想してなかったわ。黒のソウルストーンについては母さんの言う通りだったわ。私を疑っていたのか。心外だな。心外でもなんでもいいよ。なんか天使など悪魔と変わらん。知っていたか。奴らはかつて人間を滅ぼすかどうかを氷結したのだぞ。たった一つの氷の差で人類は滅亡から救われたのだ。ティライル、天使の中で人間を気にかけていたのは彼だけだ。うん、彼は正義を司る者。私を殺めたことは断じて正義ではないが。もうその笑い声な。あ、まあ結局身勝手な存在なんだろうな。あ、天界、ま、魔界、地獄、地獄ね、そして人間界と、まあ各々好き勝手やってるわけや。だけどまあどう考えても人間が振り回されるはずなんだよね、こういうのってね。大体こう天使も悪魔も好き勝手って感じだろうな。大体ね、天使が味方みたいなのってね、ただの幻想だからね。あっちはこっちのこと大して気にしてないから。まあでもそれも創作物によっていろいろ違いはありますよね。逆パターンもあるしね。こうなんかこうね、悪魔の方がこっち気にかけとるみたいな。いや、そういうのもあんのかな。なんかそういうのありそうじゃん。とりあえず、なんとか影の領域、これはどっちなんだ、どっちの領域なんだろう。どっちかの領域でも、封印を解けと。ゾルタンクーレのおっさん、どんだけ念入りに封印されてんだよ、ほんま。まだ使えない。もうちょっと自分の味方ちゃんと作ってからやった方が良かったんじゃないの。まあでも奇抜なことをしようとすると叩かれるのが嫌なんですね、だからね。調べだ。えらい口が回るな今日は。結構進んでるけどまだ使えないの。まだ使えない。全人類をネバレムとして覚醒させ黄金時代を築くこともできたのだ。だがホラドリムの同胞たちは人が持つ真の運命を受け入れることができなかった。多分そういうところじゃないか、疑われたのは。お前影の領域は奴の血によって封印する。その血は砂漠の地下に隠し永遠の見張りをつけることにした。世界がクーレの邪悪を忘れず、移ろゆく砂の下で奴の血が永遠に眠ることを望むばかりだ。ま、そうはならんかったんやけどな。まだ使えない。ごめんな。血を流せ。お、セット装備ゲット。まだ使えない。
戻ってきましたよと。でもどうせぶっ飛ばすことになるんじゃねえの、復活させといてさ。まあ次嵐の回廊な。はい、よーし、さっくりさっくり行きたい。もっと欲しい。まだ使えない。こっちではない。あ、これ召喚してくれるやつか。あれ、こっちでもないか。いらない。また長い道のりだな。あら。まだ使えない。なんだこの変な壁、これ何の意味があるんだ。ん、おおおお、近かった、思ったより近かった。闇が待っているぞ。シールド的なあれかな。あ、危ない。罠だわ。こっちでいいのかな。まだ使えない。違う、僕ね。ああ、合ってるか。また。近づいていることは間違いない。しかし、これらの出来事の裏にいるのがベリアルとアズモダンだと本当に思っているのか。我々をこれほどの窮地に追い込めるのは奴らしかいない。なんであんたそん、もう毎回高笑いしないと気が済まないのか、お前は。何をしても。クーレを倒すことはできない。呪われた血があの男を生かしているのだ。クーレは血ではなく砂を流し我々を嘲笑している。残された手段は一つしかない。奴の体と頭を切り離し体を影の領域に隠すのだ。復讐は甘美なり。本当に人間それって、それって本当に人間。まだ使えない。マジで悪魔みたいなやつだ。ああ、まあとりあえず、はい、オッケー、これでオッケー。まだ使えない。絶対ぶっ飛ばすことになると思うんだよな。なんか、まあ、いや、これで復活かな。ついに長かったねー。これが影の早く開きましょう。どうもやってきました。影の王。ここまでして私の体を封印したのか。よほど憤慨していたのだ。お前はホラドリの裏に自業自得だ。うん。奴らが想像力を欠いていたのだ。どうせ会話の最後にずっとそうやって高笑いしてたんでしょ、あんた。そりゃ嫌いになるわ。ちょっとあいつマジちょっとなんだみたいな感じになるじゃんそれ。え、なに、おお、まだ使行くぞ。ああ危ない。下でずっと待ってたのか。なんだ、言ってよ。ゴースト？ゴースト？まだ使えない。お、パラゴンレベルアップ、レベルアップだね。レベルアップ。
長い道のりだね。まだ使えない。どんだけ敵いるんだよ。どんだけ出てくんだよ。この敵の量もね、さすがといったところですよ。ディアブロはこうじゃない。行き止まり、宝箱、大したものじゃない。まだ使えない。これぞ醍醐味ですね。いや、宝箱からはいいもの出てほしいんだけどさ。宝箱すらないパターン。まだ使えない。下でいいのかな？下、いや、え、下だと思っておこう。うん。後戻りするの結構大変でした。貴様を裏切る。バナナヘッド行って。お、ついに来たんじゃね？おお、びっくりした。私を信用しないのなら、それも結構。だがお前が思うよりも、我らは似た者同士なのだ。お互いにネファレムの片鱗を味わったのだからな。私と手を組め。我らはこの世界の主となれる。あ、結構です。信頼できない者と手を組む気はない。黙っていろ。スールカさん、冷たいですね。バッサリ。やだわ、お前。手組んだろ、お前。ずっとその声聞かなきゃいけないじゃん。やだよ。クーレは私が一歩進むごとに愚弄した。黙らせようとしたが、やつの無駄話は止まらなかった。私をあざけることに喜びを感じているのだ。挑発に乗るわけにはいかない。私は屈しない。やつの首を封印した後の静寂を心待ちにしている。これは封印したくなる。怖いな、それ。よし、これで揃ったんだろ。もう終わりだな。よし。クーレの体だ。儀式を始めましょう。でも警告しておくわ、クーレ。私たちを裏切らないことね。強気だな、リア。お前は欺瞞に囲まれている。私に気を取られている場合ではなかろう。集中しろ、リア。よし、もうすぐだ。あと少しだ。あと少し、ほんの少し。いいぞ。おお、復活した。血が体内でうなっている。不臭漂う空気が傷ついた肺を満たす。私は蘇ったのだ。お礼はいいわ。取引のことを忘れるな、クーレ。ソウルストーンを渡せ。いいだろう。約束は約束だ。私の書斎に来るがいい。あれ、くれんの？お、なんか笑い声がかかった。クーレの気が変わる前に書斎について行った方がいいわ。だな。本当にくれんな。あー、おお、すげえ、なんかある。え？これやる気満々ってやつじゃない？だってボスマーク出てんぜ。生涯の仕事を終える時が来た。誰もが私の力に震え上がるのだ。おい、これは何だ。どうなってる。死んだ地獄の帝王らの魂が石に封印されている。ネファレム、使命を捨てろ。お前の仲間はお前を操ろうとしているだけだ。私の授ける力があれば、我らで全生命を支配することもできるのだぞ。そういうこと言うから。お前は正気ではない。石を渡せ。タマナはお前を倒す。せっかく復活させたのに。僕の帝王の魂が、帝王たちの魂が封印されてる。そんなんだったっけ。まあいいや。万人が目を覚ました。
オラドリムの同胞がとうとう私を探しにやってきたようだ。おのれ、まだ準備はできていない。ソウルストームを創造するために力を使いすぎてしまったが、何としても完成させねばならない。人類の未来はこれにかかっているのだ。なんでぶっ飛ばした後にこういうの見つかるの？とりあえずソウルストーンゲットしたけど、おい、あれ？五代の地獄の帝王がこの石に封印されている。あなたの仕業だな。20年前、トリストラムの落日の際、ケインがクーレの持つ異端のソウルストーンのことを教えてくれた。だから旅に出たのね。悪魔の魂に印をつけ、石に吸収させようと。そうよ、我が娘。私はこのために全てを犠牲にした。え、最初からなんで教えてくれないのよ、それ。怪しいやつばっかりだな、本当によ。とりあえずエイドリアと話すのか。じゃあもう戻っていいんだな。戻らなければ、はい。しかしせっかくあんだけ苦労して復活させたのに、もうゾルタンクールでたらもうほんとそういうとこだぞ。とりあえずリアと話しようか。ちょっと反応が近すぎる。すごい難しいな。え、すごい難しい。お、母さんが帰ってきたらどんなにいいかってずっと思ってたけど、母さんは私が思ってた人と違った。使命のために母さんは大きな代償を払ったんだわ。おじさんと同じように。うん。で、それで？ベリアルとアズモダンをソウルストーンに封印した後どうするのだ？私が石を砕く。地獄の帝王もそれで終わりよ。なるほど。リアの力が増している。力はもともと彼女のうちにあったのよ。その扱い方を身につけてきたのね。つまりあなたの力を受け継いだのか？あの子の力の出所はわからないわ。私は生涯を費やして魔法を極めてきた。簡単に身についた力ではないの。トリストラムにいた頃、ホラドリムの廃藩者が作った黒のソウルストーンについてデッカード・ケインが話してくれたわ。当時は特に興味もなかったけど、後になってその真の意味に気づいた。倒された五体の地獄の帝王の実体がまだこの世界に残っていることが分かっていた。だから私はこの20年を費やしてその実体の在りかを探り、石が完成した暁に実体を封印するための準備を進めてきたのよ。完成した暁に？クーレは最初の実験の最中に妨害された。今ソウルストーンは完成し、地獄の帝王らはその中に封印されているのよ。これだけは覚えておいて。私はベリアルとアズモダンを倒すために自分の娘でさえも犠牲にしてきたの。私の献身に疑問を挟まれる言われはないわ。私は誰よりも犠牲を払ってきた。そしてさらなる犠牲を払う準備さえある。黒のソウルストーンの制御には危険が伴うわ。あなたに扱えるのか？やるのは私じゃない。私の導きのもと、リアだけが石を扱うことができる。あの子の力は私よりはるかに強い。きっとうまくいくわ。はーん、そうなの？なんかリアを利用してるみたいでやだなそれ。うん。リアどうするよ？皇帝のところに行きましょう。ベリアルの居場所が分かったそうよ。本当にあの子供を信用できるの？うん。他に選択肢はない。だが覚えておけ、ベリアルを追い詰めれば奴はカルディウムを地獄に変えるだろう。じゃあ奴と戦う前に
町の人たちを避難させないと。鉄郎団が手を貸してくれるわ。もちろんだ。さあ行こう。 OK。 いや、まあそのさ、あいつ絶対にあの破綻皇帝絶対あれやん。マジ？後で寄るね。ベリアルが町への攻撃を始めたわ。行きましょう。アシアラが下水道のそばにいるわ。急いで、私たちが守るわ。なんてことよ。ウォ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 ウ。ベリアルは狼狽し、我々を阻止するために町を混乱に陥れている。空から火球が降ってきたので住民を避難させている。ここなら安全だ。できる限り多くの者を助けよう。鉄郎団が命を賭して援護しよう。鉄郎団の下に人が隠れてるのを見たわ。鉄郎団かっこいいぜ。こんな馬鹿げた英雄気取りの行動に命をかける必要はない。すぐに皇帝のもとへ。こっちよ、早く早く行くんだ。鉄郎団、大丈夫か？早く行くぞ。めっちゃメテオ降ってきてる。いや、俺が死にそうだ。今ののせいで俺が死にそうだ。むしろ。まだ使えない。大丈夫か？行こう。船。船。こっちだ。あとはどこだ。ああ、ここか。車。あなたたちも行くよ。あぶね。結構難しい。あ、難しい。結構難しいじゃん、これ。こっちは。早く帰れ。下金なんかいらねえから早く帰れ。この中は？下水道には行かねえぜ。何を言われてもな。そうなの？じゃあいいけど。危ない。まだ使えない。あとどこにいるんだ？入り口の方か。そういうミニゲームなのね。あとでもどこにいるんだろうな。まだいるってことでしょう。いや、もうこれぐらい。まだ使えない。急いで、私たちが守るわ。いたのかよ。あ、こっちもか。ごめん。まだ使えない。残り時間でなんとか。まだ使えない。行くぞ。下水道の中なら安全よ。なんとか。もう時間がないわ。なんとか間に合ったぜ。多分な。セーフ。こっち行けるの気づかなかったわ。よーし、行くぞ。乗り込め。私が教えた通りに力を使ってこの門を破壊するのよ。下がって、まだうまく制御できないの。何それ、爆弾。私たちのことは気にしないで。おお、ダーン、すごすぎんだろ。邪魔するなら容赦しねえぞ。ほら、全部喋らせないぜ。
こっちか。ドパドパもう一度よ。力が出ない。できるかどうかわからないわ。やるのよ。さあ。お前。無理むっちゃ言うな、ほんまに。あとは任せたわ。急いで。私は残ってリアの面倒を見ないと。大丈夫かよ。よし、行くか。兵を今この場に導いたこと、神々に感謝する。さあ、ソウルストーンをここに。じっくり見せてやろう。貴様の哀れな魂を封じるときにな。ベリアル。やっぱバレてるやん。おざかしい。だが忘れるな、ネファレムよ。その意志とそれに秘められた力の存在はアズモダンも知っている。たとえ貴様が世を倒したところで、アズモダンが貴様らの癒し基地を根絶やしにするだろう。正体を現したでーっと。はいはい。まだやらねえのか。ん？またそんなこと言っちゃって、本当に。おめえのくせえ芝居はバレバレだっつうの。遊びは終わりだ。地獄の王の真の姿、ドクとその目に焼き付けよ。ほう。でけえ。スモークスクリーン。あー、当たり判定がでかくなっただけじゃねえの。あー、なんかいっぱいくれます。ありがとね。あ、大丈夫。お、復活した。で、これか。急いでリア、ベリアルの魂を石に封印するのよ。ん？クーレほど歪み切った男が私たちの救済にこれほど大きな役目を果たすとはね。バカ。クーレもかつては地獄と不断の戦いをしていた。彼から学ぶべきだ。悪との戦いが長引くほど我々の心も蝕まれるのだ。なるほどな。オーケー。ベリアルを倒してソウルをゲットしました。ソウル。町に戻ろう。というわけでティラエルと話をすると。さっきも聞いたな、それ。今日は良き日だ。君はこの地を解放し地獄の王を倒した。今はこの瞬間を楽しむがいい。明日からはまた戦いだ。休息の時間はないわ。アズモダンは今この瞬間にも動いているのよ。罪悪の帝王は並外れた策士だ。我々の不意をつける時期を見計らって攻撃してくるだろう。私たちの意志を砕く絶好の機会を見計らってね。よく学んでいるわね、リア。さあ、カルディウムの大図書館に行ってケインの研究を続けなさい。ん？あ、というわけで、というわけで、これで、これで終わり。カルディウムでの冒険は終わり。意外と早かったかな？ちょっとお待ちくださいね。まあ、この辺は全部もういいや。ハリントンの。タロウはタトンズの旅館のタトンズ。あー、まあいらないかな。というわけでここでの冒険は終了ということで。
次の章へかな。すぐにでも出発できるよ。準備ができたら声をかけてくれ。特にいいんだよね。このまま行っちゃっていいのかな。おお、なんか次が歓迎されてる。わあ、助けてくれて感謝する。仲間たちも生きてこの日を迎えられればよかったのだが、今はきっと安らかに眠っているだろう。ほう、これでカルディウムにもかつてのにぎわいが戻ってくるよ。ああ、なんか皇帝に取り付いていた悪魔は欺瞞の帝王ベリアルだったそうよ。欺瞞の帝王ですって？こんな恐ろしいことになったのはそいつのせいだったの？さあね、人間ってのは誰でも心に闇を持ってるもんさ。それを解き放つきっかけに過ぎなかったのかもしれないね。あんなね、子供でなのに、子供なのにね、皇帝に祭り上げられてさ、そう考えるともしかしたら辛かったのかもしれないな。なんか、あなたは真の英雄だ。なんか悪い気がしねえな。ここ数日の状況は手に負えないものだった。みんな言うべきではないことを言い、やるべきではないことをやった。うん、だがそれももう過去のことだ。君たちのおかげでな。私は屋敷に戻り、ここでのことは二度と思い出さないつもりだ。我らが救世主だ。あの方がいなければ我々は今もあの下水道で身を寄せ合っていただろう。それについて話があるんだけど、貴族様、もう私たち助かったんだから屋敷に帰ったらどうなの？いやいや、私はこの素晴らしい場所がすっかり気に入ってしまったのだ。見るべきものがまだまだあるぞ。例えばあそこのあれは何だ？サソリよ。この前のネズミみたいに捕まえようとしたら死んじゃうわよ。実に面白い。大興奮じゃねえか。あの忌々しい魔物から救って。あ、ごめん、全部聞けなかったけど、救ってくれてありがとうって言ってくれたのかな。この町に正気を取り戻してくれてありがとう。ジェランも私もあなたが救ってくれたのよ。ん？ジェラン？ああ、私のことだ。火球が降り注いでいた間、我々は身を寄せ合って狭い隙間に隠れていたのだ。あら。おかげでお互いに知り合うことができてね。この人は身を盾にして一晩中私を守ってくださったのよ。その上、私が落ち着きを取り戻せるようにと面白い話もしてくださったわ。光栄ですよ、ご婦人。なにそれ、仲良くなってよかったね。ベリアの企みを暴いてくれた恩には、鉄郎団が忠義を持って報いるでしょう。私たちもよ。ああ、強力な味方ができたってことかな。なんか、わあ、なにこれ、ちょっとこれは、これはすごいあれだね。俺の知る限りじゃ、もう地獄みたいな状況は出したようだな。ああ、そうだな、よかったよ。皇帝が魔物に取り憑かれてるって俺には分かってたぜ。それで全部辻褄が合うからな。そうだの？すごいじゃん。これどうしよっかな、これ。庶民の多くにとってカルディウムはその評判を伝え聞くだけの高嶺の花のような町である。この交易都市には数千年の歴史があり、魔術師士族戦争より以前から存在している。魔術師士族戦争の後は数世紀にわたって中立の立場を取っており、このおかげで近隣都市であったビジュジャンと違って破滅を免れ、交易を発展させてきた。カルディウムの統治権は常に交易組合評議会が握っていたが、ビジェレイが壊滅したことで評議会の力はさらに強まった。評議員たちは当時急速に勢力を拡大していたザカラム教団に目をつけ、狂信者たちが町の中心部に巨大聖堂サルデンカルを建設することを許可した。商業と宗教の支配権を掌握するだけでは飽き足らず、交易組合評議会は
カルディウムを学問の中心地にするとさえ企図した。彼らはいくつかの魔術学校を新たに完成した巨大建造物イシャリ・サンクタムに統合することを提案した。それ以来イシャリ・サンクタムは知識と進歩の中心地となっている。カルディウムは近年クラストの貴族たちによる事実上の侵略を受け大きく様変わりした。ほどなく彼らの皇帝であるハカン一世が移住しカルディウムを帝国の首都とした。大胆不敵ともいえる行動だったが皇帝の治世を通じて町はさらなる平和と繁栄を享受した。新皇帝のもとカルディウムでは全てが順調に運んでいた。しかし皇帝が突然の死を遂げたことでザカラムの司祭たちはケジスタンの世継ぎ探しを余儀なくされた。敬虔な信者にとっては壮観だったのであろう。入念な儀式を繰り返した末司祭たちは北部生まれの痩せた幼児がハカン一世の精神的後継者であるとの結論を下した。儀式が終わるとザカラムの司祭たちは恐れを知らぬ傭兵集団である鉄郎団を雇い幼児の護送を命じた。そしてハカン二世と名付けられたこの幼い子供は教団によって帝国の玉座に据えられた。カルディウムはそれ以来衰退の一途をたどっており、救いの光はどこにも見当たらない。え、いや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 、何それ、な、え、どっかから連れてこられた子供ってこと？何それ、っていうかもうその時点で実はベリアルだったとかそういう話なんじゃねえのこれって。衰退の糸をたどってるっつってたしな。いや、何それ、どっち、ベリアルじゃなかったとしても元からベリアルじゃなかったとしてもさ、とんでもない話だな。なんてこった。まあいいか、とりあえず最後にはハッピーエンドなのかな、この街にとってはな。よし、じゃあ次の舞台に行きましょうかね。すぐにでも出発できるよ。準備ができたら声をかけてくれ。どうしましょう、次のショーへ。ダメ、さっぱりわからないわ。何を見落としているというの？おじさん、私を導いて。
どうにか争が無駄だ。意志は必ず手に入れる。そしてその暁にはこのアズマたちが究極の悪として地獄に君臨する。どうしたリア、大丈夫か？何があった？アリートさんよ、奴らはアリートさんから連れてくる。ベリアルは倒れ、カルディウムは繁栄を取り戻した。残るはアズモダンのみだ。リアによると、奴はアリート山の中心からこの世界に地獄の軍勢を送り込んでいるようだ。バスティオン砦で食い止めるしかない。ここが陥落すれば世界は魔の手に落ちる。わあ、ついに地獄の軍勢の攻撃が始まったというところで、次の舞台はこのもう来ちゃってるけどバスティオン砦っていうところになるわけですね。おお、すごいムービーだったな。よし、さあというわけで今回はここまで。次回からはここバスティオン砦を防衛するのかな、それともあれかな、そのアリートさんの中心から来てるっていうから、その乗り込んでってアズモダンをぶっ飛ばすのか。楽しみですね。じゃあそういうことで今回はここまでということで、ありがとうございました。またねー。